まず下で拾わせてラケット面の向きからコースを読む。感じる。ワンラブ。あいつの目が私のスマッシュになれたらこのゲームはほぼアウト。だからスマッシュ警戒してね。至近距離からのスマッシュ。そしてゲームを複雑に考え始める。必要以上の選択肢が頭をよぎる。スマッシュ。その選択肢を生み出すのはあんたの迷いだ。スマッシュ勝った。案外小賢しいバドミントンしてくるんだね、渚ちゃん。スマッシュあまり見せたくないのかな。